まこなこです。今回は信長の予防手術陣ベータテスト最後の敵とも言うべきこの柿崎さんレベル20、これと戦っていきたいと思います。柿崎さんと戦おうとするとなぜか上杉謙信が参戦ということで、今は義元、北条氏康、三国同盟ということで武田信玄助けに来たという体でやっていきましょう。さて今回戦いは両方とも5部隊ずつ、今回前に5部隊並べてます。早速開始戦で、ここで即座に作戦上押して部隊指示全部上杉謙信吸収、これは上杉謙信さえ倒してしまえれば勝ちとなるので、ちゃんと狙って合戦再開。上杉謙信の動きによっては状況悪化する可能性あるんですけど、まあ、今回多分うまくいきそうな感じだと思います。会心とかも様々出て、木下秀吉が強い技使えるので攻撃系でなんとか取り付ければといったところ、今北条氏康と上杉謙信戦って、これは強化技一時粉塵だが自らにしかかかってないのかな。さて今上杉謙信何か技を使ったっぽいけど、ここで上杉謙信が北条氏康倒して小田原を狙おうかというような状況、そこで今川義元が援軍として駆けつけ、今木下秀吉取り付いたので、ここで森田兵と一緒に槍の技を使ってがっつりと1952、かなり高い数字が。そしてなぜか遠くの方で何かを言っている成田海、今回の女性枠あまり女性武将がいないので華やかさがないゲームですけれども、こういう形で一応それらしいキャラクターも出てきます。さて秀吉がもうがっつりと上杉謙信に取り付いて、そして今今川義元倒された、秀吉も倒された。さてあとわずかだけれども、これ取り付けるかどうか。今島津義弘が全然遠くの方で攻撃できてないので、一応鉄砲撃てるんだけど寄れてないから鉄砲すらも撃ててないかのような。ここで成田海倒された。さてここで近寄ったところで多分一発出ると思う。軒戦に引っかかった上杉謙信が撃たれて、ここで無事こちら側の武田信玄側の勝利となっています。このように今回の出陣のベータテスト最後の戦いとでも言うべき上杉謙信との戦い、正式リリースされた際にはまたゲーム実況とかやっていく予定ですので、興味ありましたらチャンネル登録して、また今回の動画良かったと思われた方は高評価いただけたら幸いです。ではでは。